ニップシー・ハッスルはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身のラッパー、ソングライター、ヒップホップミュージシャン、起業家、活動家。しばしばニップシー・フドルドルルの表記も使用される。2000年代半ばに西海岸のヒップホップシーンから台頭したニップシー・ハッスルは数々のミックステープで知られるようになる。2018年にリリースされたデビューアルバム ビクトリーラップは、批評家から絶賛を受けるとともに、商業的にも成功を収め、第61回グラミー賞で、最優秀ラップアルバム賞にノミネートされた。翌年、ハッスルは、第62回グラミー賞で、ラックスインザミドルとハイヤーの2曲で最優秀ラップパフォーマンス部門と、最優秀ラップ歌唱パフォーマンス部門を受賞した。2019年3月31日、 ニップシーハッスルは南ロサンゼルスにある自身の店舗マラソンクロージングの外で射殺された。犯人はハッスルと対立していた29歳の男エリック・ホルダーで殺人罪で起訴されている。ライブでのニップシーハッスル1985年8月15日、ニップシーハッスルことエルミアス・ジョセフ・アスゲドムはカリフォルニア州ロサンゼルスのクレーンショーで アフリカ系アメリカ人とエリトリア系移民の両親の元に生まれた。兄のサミュエルと妹のサマンサと共に育ち、近くのキャッスルハイツ地区にあるアレクサンダー・ハミルトン高校に通っていたが、卒業前に中退した。14歳の時、ハッスルは家を出て、クリップスのサブグループであるストリートギャングに参加した。2005年12月、初のミックステープ。 スローソンボーイボリューム1をリリースし、地元で成功を収め、シネマティックミュージックグループ及びエピックレコーズと契約を結ぶことになった。2008年、ミックステープ、バレッツ・エイント・ガット・ノー・ネームシリーズの2作品をリリースし、より多くのファンを獲得する。2009年に入って、ニップシー・ハッスルの人気は高まり続け、ドレークやスヌープ・ドッグとのコラボレーションを成功させる。 2010年にエピックレコーズの財務が悪化し、ニップシーハッスルは契約を更新せずにレーベルを離れた。10月にデビューアルバム、サウスセントラルステートオブマインドをリリースする予定だったが延期されることになった。エピック脱退後、ニップシーハッスルは自身のレーベル、オールマネー・インを設立。12月21日、初のオールマネー・インレコードからのミックステープ、ザ・マラソンをリリースした。 2013年10月8日、ミックステープ、クレーンションをリリースする。2014年12月31日、ミックステープ、メールボックスマネーをリリース。2016年11月14日、ミックステープ、フェイマスライズアンパープヤラートゥルースした。2018年2月16日、長年の遅延を経て、デビュースタジオアルバム、ビクトリーラップがリリースされる。 アルバムは、ベイビルボード200で4位を記録、ダブルアップ、ラストタイム、アイチェックド、デディケーションなど数多くの曲が、ビルボードホット100にチャートインした。批評家からも高い評価を受け、ビクトリーラップは、第61回グラミー賞で、最優秀ラップアルバムにノミネートされた。2019年3月31日にリップし、ハッスルが殺害された後、アルバムは、 ベイビルボード200で最高2位になりリリース時の記録を更新している。2020年の第62回グラミー賞では、ニップシーハッスルのラックスインザミドルとハイヤーが最優秀ラップパフォーマンス部門と最優秀ラップ歌唱パフォーマンス部門をそれぞれ受賞した。ライブでのニップシーハッスルニップシーハッスルのニックネームは彼の起業家精神に由来する。11歳の時、 ついたちに100個の靴を履くことを目標に2.5ドルで靴磨きをして学費を工面した。エピックレコーズを離脱した後、彼は自身のレコードレーベルをオールマネーインを設立した。ハッスルは楽曲が無料で配布されていたにもかかわらず、ミックステープの高価なコピーを販売するという異例の販売戦略を試みた。ニップシー・ハッスルは解決策とインスピレーションを与えることを考え、 コミュニティ活動を通じて銃による暴力を求断するようになり、自身のギャング文化との経験について率直に語った。ハッスルは近隣の学校の改善に資金を提供し、学生たちと過ごし、地域での成長やギャング文化の影響についてのパネルディスカッションに参加した。ハッスルはベクター90と名付けたコワアアーキングスペースを創設した。 ハッスルは自身の経験から地元のクレンショー地域は十分なサービスを受けておらず若者たちが共同産業スペースから恩恵を受けると考えていた。ハッスルは若者たちがセンターで科学、技術、数学の授業を受けられるようにしたいと考えていた。また彼の近隣にあるアフリカ系アメリカ人の歴史や文化を展示するデスティネーションクレンショープロジェクトの計画と アドバイザリーの段階にも深く関わっていた。2019年3月、ハッスルは LAPD の関係者に連絡を取り、南ロサンゼルスでのギャングの暴力を防ぐために何ができるかについて彼とロックネーションとの会合を手配していた。その会合は4月1日に開催される予定だったが、ハッスルは直前に殺害された。ライブでのニップシーハッスルニップシーハッスルは、 女優のローレン・ロンドンと2013年に交際を開始する。二人には2016年に生まれた息子がいる。ロンドンにはラッパーのリル・ウェインとの過去の交際で子供がおり、ハッスルには過去の交際からの娘がいた。ニップシー・ハッスルを追悼する花束とろうそく2019年3月31日、ニップシー・ハッスルは午後3時19分ごろ、南ロサンゼルスにある、 自身の店舗、マラソンクロージングの駐車場で銃撃を受けた。銃撃は少なくとも10発で、右胸への銃弾、へその近くで腹部から背骨を切断した、銃創、背中の右側を貫通して肺に当たった、銃創、頭皮の後頭部への銃創が確認されている。ハッスルの他にも2人が銃撃で負傷した。3人は全員病院に搬送され、 ハッスルは午後3時55分に死亡を宣告された。4月2日、ロサンゼルス警察は29歳のエリック・ロナルド・ホルダー・ジュニア容疑者を逮捕した。容疑者はニップシー・ハッスルと知り合いであり、銃撃の動機は個人的なトラブルだと考えられている。ニップシー・ハッスルは南カリフォルニアのフォレストローン記念公園に埋葬されている。彼の兄弟であるサミエル・アスゲドムは、 ハッスルの遺産の永久管理人に任命された。主なアルバムとミックステープ、ありがとうございます。